3番のプレゼンを始めます。皆さんは今までにこのような経験をしたことはありませんでしょうか？お腹すいたー。お腹すいたね。ちょっと食べ行こう。ラーメンとかも。うちパスタな気分なんだよね。女子か。女子が一番。ラーメンがいいんだよね。だけどどっちかに決めなきゃいけないよね。そう、まあこういう経験あると思います。そこで私たちが提案するのは麺専門店という案です。これはそば、うどん、ラーメン、パスタなど全てを楽しめるお店です。私たちが麺専門店にした理由は、一つは最近の飲食市場が女性客をターゲットにしているところが多い。世界で食べ物ランキング1位がパスタである。で、日本人の好きな食べ物のトップ3がラーメン。そして KPG の今までのお店の系統が高級感ありふれて18から25歳が入れる雰囲気がなかったというものです。そしてちょっとこのグラフを見てほしいんですけど、これが日本人が好きな食べ物のトップ4をまとめたグラフです。で、見てわかると思うんですけど、1位と2位が寿司、刺身となっていますけど、僕たちはあえて3位のラーメンを選びました。なぜなら1位と2位の寿司と刺身はやっぱり高級感というイメージがあり、そして物価もやっぱり高いっていうのもあり、だから僕たちは3位のあえてラーメン、僕たちの親しみやすくてかつ物価もそこまで高くないという理由で3位のラーメンを選びました。そして次に KPG さんの欠点を見ていきたいと思います。一つはお高いイメージ、二つ目は18から25歳が店に入りづらい、三つ目が実際高い。このイメージを覆さないと売れるわけがないと。そして僕たちの提案するお店の特徴は、いろいろな麺料理を楽しめる、入りやすい、安い、多い、美味しい、お持ち帰り OK、品質価格、この5つです。このイメージがあればさっきのようなイメージを覆すると自負しています。次にソフト分析の結果です。これが強さ、強みです。で、これが弱みです。で、次にオプチュニティ1回と脅威です。で、次にこれがクロスソフトした分析の結果です。強みと機械でデザートや内装と何から何まで見ることがある。強みと脅威で麺の材料を小麦以外も使う。弱みと機械でお酒に合うような麺を使ったおつまみも提供。そして弱みと脅威で数多くあるラーメンやと差別化を図るためにエンターテインメント性や豊富なメニューを提供するということです。次に宣伝方法を提案します。まず私たちが提案する宣伝方法は、ティッシュ配り と食べログやツイッターやホームページを作成することによって SNS を利用し宣伝をしていこうと思います。あ、で、2つしか宣伝方法を絞らなかった理由は、凝った宣伝をすることによって宣伝費用をかさむより、この店の内装やサービスをもっと充実させて、させようという考えでこういう2つに絞りました。実際私たちは飲食店に行くときは友達や口コミなどによってお店にどのお店に行くかを決めると思うので、この2つに絞りました。で、私たちがこれから提案するエンターテインメント性でファミレスや他のお店と差別化を図りたいと思います。で、まず1つ目が麺スイーツといって、麺の生地を使ったスイーツを提案したいと思うんですけれど、まだ試作ができていないので今日は提案する形だけだと思います。で、2つ目がオープンキッチンです。オープンキッチンすることによってお客さんからシェフが丸になるので、シェフ側にとったら、いい緊張感を持つことができますし、料理をしている過程を見ることができるので、お客さんの待ち時間を退屈させない
ことが